ゆっくりしていってね。こんばんは皆さん。前回復習を誓ったところからの続きです。あの後ちょっと進み、トレードとしたいアサリをして、薬草とウォッカ、それにサブマシンガンの弾を、少し仕入れました。あれは、ミニマップで赤く表示されてるから、敵だね。ここからだとちょっと遠いから、気づかれないように接近しよう。と思ったら思いっきりバレてるし、メタルギアの兵士は、こいつらを見習うべき。ちょっと距離あるし、サブマシンガン試してみるか。え？何この精度？私チートしてないぞ。かっこよすぎる。惚れた。抱いてください。この距離で倒すか。今までが今までだったから、すごいやりやすいよ。ハンドガンと比べると、マスケット銃と PSG-1 くらい、頼りがいに差がある。もう弾がないけど、多分ここで少しは手に入るんじゃないか？こいつら思いっきり振ろうとしてたし。ない。地味な嫌がらせ。地味でも朗々攻めは、強力な戦術です。こいつら頭いい。装甲車だ。乗っていきたい。サブマシンガンの後だと、カスっぷりが際立つ火縄銃。少しはあの子を見習いなさい。ダメだ、敵近いし、ショットガンでいけるか。あれ？倒れてる。でもまだ死んでないみたい。私は優しいので、とどめを刺してやる。心配しなくても、君の装備は、形を変えて私と共に歩んでいく。安心していってくれ。さて、ミニマップ的に、目的地はこの建物の中みたいだね。うわ、雨降ってるせいか、すごい雰囲気出てる。怖い。何もないか。おっと。何？次のレベル？ってことはマップ移動か。初めて見た。とりあえず所持品を確認してから、次に行くことにするよ。というわけで、マップ移動してきたら、何やら声が聞こえる。どうやらカツアゲされてるようだ。ここは正義の味方として、暴力をもって弱者を救うとしよう。あ。なんてことだ。私がもう少し早ければ間に合ったのに、己、許さんぞならず者ども、正義の使者として、鉛で体重3割増しにして、地獄に叩き込んでやる。なんか変な通信来たけど、今それどころじゃない。KY。怒りに任せて、サブマシンガンほとんど使い切ってしまった。ハンドガンに切り替え。そこか。戻れ、サブマシンガン、行け、ショットガン。アンブッシュしてやがる。うざい。アクア滅んだ。仇は取ったぞ、のび太くん。
こいつら、持ってるアイテム調子けてやがる。弾の無駄だったか。のび太くん、無残な姿に。のび太くんは、本当に何も持ってなかったようだ。なんという無駄死に。さて、さっきの通信だけど、一応横目で見ていたよ。ならず者が攻めてくるから増援が欲しいという。のび太くんのような犠牲者を、これ以上出さないためにも、協力することはやぶさかではないよ。この人たちが、さっき通信してきた人か。ダンディーなヒゲ生やしてやがる。なるほど、もうすぐ攻めてくると。というかならず者は、廃棄場を制圧してるのか。ますます協力する必要が出てきたようだね。何も持ってない。リーダー格なのにしけてやがる。死体がある。はい、どこを。と思ったら攻めてきたようだ。せっかちなんだから。Good job, guys. Take your position. いや、まだ何もしてませんけど、お前もせっかちなのかよ。変なプレッシャー与えないでくれ。ここは障害物が多いね。ショットガンが輝きそうな地形だ。サブマシンガンの弾も少ないし、ちょうどいいよ。さて、どこにポジション取るか。とりあえず味方の近くにいてみるか。来てる。おっと、横からも来てるのか。テウスっぽいからそっちに行ってみよう。テウスっぽいけど、味方のフォローも受けられそうです。っていうか結構いるし、このヘリ周りに、ポジション取ることにしよう。足元がお留守ですよ。後ろがガラ空きだぜ。っていうかショットガン強い。実に渋い活躍を見せてくれる。本日の面白ポーズ。題名、逆サウンディーね。いや、撃たれたんだから気づけよ。メタルギアの兵士以下の感度しかない奴は、ハンドガンで十分だ。さて、そろそろ銃声も少なくなってきたけど、終わりかな？終わったらしい。今回はこれで終了。次回も、ゆっくり見てね。